ハルの高木です。ということで、本日は少し、緊急で動画を回しているんですけども、なぜかというと、前回、アンヤさんという、その業者さん的な感じかな。キーリキさんという方が、事後物件を、購入して、それを貸し出している。そういう場所があるんですけど、そこに泊まった時に、本当に過去一番信じれないぐらいの心霊現象が起きて、本当に、あれ、悔しいっていうか、違うよって言いたいのが、やらせなんじゃないかなとか。後から入れたんじゃないかなっていうので、それはギャル霊媒師の方とコラボした時も言ったんやけど、マジでデータで見てもらってんけど波形に入ってるんよ、っていうことがあってから、少し最近異変があるなっていうので、家にそこでちょっと動画を回そうかなっていう。なんか普通だったら YouTube じゃなかったら YouTuber じゃなかったら、なったな、なんかなったな、なっちゃんこっちおるよ。なっちゃん、なっちゃん、あれこっちおるの。っていうのも、なんか昔高校生ぐらいの時に金縛りに結構会ってたんよ。あ、そうなの。会ったことある？ないな。あ、一回もない？ない。大学ぐらいかな。これマジやねんけど、あ、一種の筋肉の痙攣なのかな。で、その時幻覚なのか夢か分からへんけど、なんかその見ることがあって、それいつの間にかなくなってて、それも何が原因か分からんかったんやけど、っていうのが最近また金縛りっていうのが起きて、お前体が動かなくなってみたいな。で、声出えへんね、会う時って。多分、これ、なったことある人結構おるんちゃうかな。ちなみに、弟もなったことあるって言ってた。ええー、未だになるみたいな。で、なんか、で、その時やっぱ、見えんねん。何が？黒い影とか、そういうものが。あと、昔あったのが、兵隊さんが立ってたとか。ええー、だから、それが本当に、夢で、そう見てしまってるのか何か分からへんけど、けど、その瞬間、マジで、死ぬほど怖い。やっぱ夢って分からんやん。現実と区別つけへんやんか、正直、その時って。だから一瞬目覚めてもさ、あれどっちやって思う時あるやんか、っていうぐらいやから、もう本当にその時は、マジで、もう命の危険を感じるというか、そういうことが多々ありまして、で、この前そのギャル霊媒師の方に来てもらった時に、あ、いますね、みたいな。で、その時に、女性の霊って言ってたのかな。で、自分がその、金縛りに会う時が、女性やったのね。影やねんけど、なんか髪の長い感じとかが女性っぽいなっていうので、それがアンヤから連れてきたものなのか、器量なのかはちょっと分からへんねんけど、一応その除霊はしてもらってんけど、そういうことがあって、みたいな感じのことが起きて、ちょっと怖いなぁと思っててんけど、そこから別になんか実害的なのはないんよ。怪我したとか、事故ったとか、そういうことはなくて、で、ただそういうことが起きてるなっていうので、そんな時に、アンヤのことがきっかけで、なんかそういうのが起きたんかなーみたいな思って、そのコメント欄とか見てたら、やっぱ書いてるんよね。どこどこに映ってるみたいな。まずね、4分10秒、顔みたいなの翔くんの影のとこ映ってないっていうのがあって、4分10秒。4分10秒、影のとこ。いきまーす。だからもう、自分たちで、なんとか、対処するしかないです。いや、開口一番もう怖すぎ、こんな説明初めて聞いてるけど。やっぱ帰りますか？いや、帰りました。俺の影。顔みたいなね。どこの部分？ちょっと分からへんねんけど、これモヤみたいなのかな。やっぱ11秒か。もう一個の方がちょっと怖くて、はい。14分31秒のところが、トイレ紹介の時に白い女性の霊が立ってませんかみたいな。14分31秒のところちょっと見んで。さっきのあれがいいってことですか？あれがいいんです。ここの隣がトイレ。ボットがあるんですけど、様式の。ここ。ん？これ。え？あ、あ、あ。これさ、2階なわけよ、言うたら。うん。マジでこれ髪の毛に見えへん。やっぱりめっちゃ撮られてたって今。え、見てる？見てるみたいなさ。そうやんな。絶対そういう感じの。じゃあもう一回戻って、お母さん接するわ、もう一回。うん。ここの隣が、隣。あ、ボットボットがあるんですけど、様式の。二重扉が。ほら。確かに。まあでも別なのか。ほら、一瞬映って、次消えてんねん。確かに。もう今普通の真っ黒になってんの。そう。14分35秒になったら消えてんねん。あるんですけど、様式の。二重扉。長い髪みたいな感じで、うわ、これは今までにまだ出してなかったやつだなっていう。で、まあもう次のやつがこの、もう一回流すけど、
いやこれマジで本当にコメントにも書かれてたけど、暗夜に止まった史上一番怖い心霊現象起きてるんじゃないかなっていうふうに書かれてたから、うん、いやほんまにこれ通りやで、10年 YouTuber やってきて初めての現象だから、苦手な人飛ばしてくださいねっていう。別のやつでも話したけど、やね、自分は爆睡してたからマジで気づかんかった。熟睡もいいとこやで、本当に全然気づかんかったやん。全く起きた時にほんまに寝すぎた次の日のあのちょっとここでなるぐらいの、あ、おふむどむむむみたいな。俺寝起きいい方やん。あー、そうやな、めちゃくちゃいい方やんか。でも別の動画でも話したけど、この日めちゃくちゃ忙しくて、言ったら1時間睡眠で朝9時からクイズノックとコラボで群馬行って遊園地で、そっから千葉かなんかバー行って、で最後に1時間睡眠のままここ行って気絶みたいな感じで寝たんよ。普段寝起きめっちゃ良くて、よし仕事しようかみたいな感じなんやけど、見てこの寝起き。寝る前でデカ音だったよな。ありましたね。お互いの感想言います？これ、あの、頑張って動画スイッチ入って、喋ってるけど、ほんまに覚えてないって言って、眠いね。もう目がやばくない？なんか。確かにな。っていう最近ちょっと怖いことがあったなっていう。で、これを編集してたんが、動画でも話したんですけど、弟で、はい、弟から電話かかってきて、ちょっと本当にやばいかもしれへん。じゃこれ本当にやらせっていう人はマジで元素材も見してるんで、それを見た上で言ってください。どうしようもできひんから、これはもう後から何もできひんからっていうことだけ、もう本当に何もなく、キリキさんが何かすることもなく、本当にそのままマジで流してるやつだから、うん、やらせっぽーとか俺も自分で思うぐらい、てかやらせやったらよかったのになって思うぐらい怖いから。でそう、弟から電話かかってきて、うん、ちょっとほんまにどうしようみたいな、うん、ちょっと弟聞いていく。もしもし。あ、もしもし。どうした？ちょっと聞きたいことあんねんけど。うん。まあ、編集してる時にさ、心霊のやつ、暗夜のやつね。あれ、初めて見つけたの確かお前やろ。あ、そうやね。自分の編集してたから。やらせとかマジ、そういうのじゃなくて、お前がその編集してる時にそれ見つけて、言ったらあれやんな、音の波形がピュッとそこだけ出てたってことやんな。そうそう、しかも夜に編集してたからマジでテンション下がって。テンション下がるって。マジでビビったとかじゃなくて、テンション下がるってなんなん。いや、マジでほんまにビビったろ。めちゃめちゃビビったね。まあ、でも、同行してないもんな。編集素材見てただけやもんな。まあ、だから現場って気づかんかったけど、編集素材で見たらもう一発で分かるぐらいの音声データが取れてたってことやもんな。まあ、編集してきたけど、今まで結構、うん、聞いたことない音やったし、気持ち悪い波形やったな。でもなんか昔、金縛りお前よく合ってるって言ってたよな。そうやな、金縛り、あって、なんか泣いたことあるな。ガキやん、泣くって何だ。そうやね。だって初めて心霊じゃない？任したん、ちゃんと。そうやな。いつも違うもんな。兄とか自分が編集してたね、心霊の。そうやな。あんまりしてんな、編集は。確かに。オッケー、ありがとう。うん、全然。はーい。はーい。だからそういう。なんなんなっちゃん、ずっと泣いてさ。どうしたいんですか、あなたは。動物は見えるっていうからな。何か訴えてるか。いや、多分あれ、抱っこしろっていう。ぐるぐる言ってる。突然の名古屋が。そういうことがあったよなっていう。結構昔から心霊スポット行ってきてるけど、ほんまに初めてやもんな。昔一回、本当にこれやばいなっていう時があって、っていうのが、トンネルかなんか行って、めっちゃ真冬の時に心霊スポット行って、で帰ってきたら、車の窓ガラスに、シッて書いてた。ああ。ほんまにマジでビビって、あ、もうこれは、もういよいよやわってなったら、それは兄がいたずらやったっていう。あの時の、あのショーの悟った顔、未だに忘れられんわ。未だに言われんもんな。それぐらいマジビビったっていうことよ。こんな直接的なやつおらんやろ。霊が死って書くって。でもそれぐらいの本当になんか直接的すぎるというか、あわわわわみたいなさ、なんかギャル霊媒師の人にも見てもらったけど、苦しそうな、なんか喉を締められてるみたいな。説もあれば、コメントで書かれてたんが、トランシーバーみたいな。はい。感じの通信機で喋ってるみたいな声やから、それこそなんかこう戦時中のなんかこう特攻隊がみたいな人に書いてる人もおったから、いろんな説があるよな。
そのキリクさんも言ってたけど、あっこの情報自体がよくは分かってない。拷問部屋とかあったけど、なんでそれがそういう風に存在してたかも多分明るみにはなってないの、世の中に。怖い話してんのになっちゃん、ぐるぐる言いすぎて、これ大丈夫？とんでもないぐらい甘えてんで可愛いけど。まあ、あとはやっぱこういう仕事してるから、昔からそういう例がつきやすいというか、それは多分兄弟もだと思う。まあ、一緒に、そう、兄も言ってたから、それこそ兄が一番怖かった、最近動画でも話したか、昔住んでた家に社宅で夜中の3時にピンポーンって突然チャイムが鳴って、通話にしたら砂嵐ガーッてっていうのが年に3回ぐらいあって、1年住んでて3、4回ぐらい。次に住んだ後輩の子もなんかいろいろ心霊現象があったらしくて、近い階段に下からコツコツみたいな、で、アドミコになったり水道と、普通にあの手洗い場のところで仕事終わって帰ってきて、手洗い場で水ペッと流したら、水じゃなくて髪の毛がニューンって出てきた。怖すぎるやろ。でさ、その後に言ったら、自分って引っ越し今まで3回住んでて2回引っ越してんのか、一番最初に住んでたとこが家賃3万3000円ぐらいのとこで、で次ちょっと市内に近づいたとこで、で今完全に市内に住んでるやんか、うん、で1個目に住んでたとこを引き払うってなった時に、兄が住むってなってんな。そうで、引き継いだ後に夜中にピンポンそこでもなったって言ったのだっけ。うん、あれは なんかなって出やんかったよ、なんか嫌すぎて。そう、ほんで次の日になんかね、再生できんねんな。ああ、できるできるできる。そうそうそう、その多分押した瞬間を録画されてんじゃん。そう、押した瞬間から5秒ぐらいなんかちょっと動画で動くみたいな。そう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 。ほんでそれを見たら、うん、眼鏡をかけた4、50ぐらいのおばさんが、うん、白の画用紙に殴り書きのようなぐちゃ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 ってなんか書いたやつをバーンって。なんとか言った、もう読めんかって、なんか苦しんだような、なんかもう殴り書きみたいな。そうそうそう、自分が住んでる時はなかったから。でもなんか言ってたやんな、住み始めた時に兄が次じゃあ住むってなった時に、この家なんかおかしい、歪んでるって言ってたもんな。あ、そうそうそう、なんか気分悪くなったって言ってたから。そう、入った瞬間にめまい起こしてる、ずっとなんかクラ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 みたいな、平衡感覚が保たれへんみたいな。そう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 、死にたくなるって言ってたよ。そう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 。で次の家も間取りがちょっとおかしかったよな、多分昔から見てる人やったら分かると思うけど、ちょっととんがった三角形みたいな、分かる？な、そうだよな、やったやんか、うん、そうか。あれも思い出した、当時その時も霊媒師に来てもらって、良くないみたいなこと言われて、風水的にも。で今はその友達にも、この前来たギャル霊媒師の人にもすごくいいって言われたから、多分それで多少落ち着いたんやと思う。多分そういうのってなんか全ての活動とかにもやっぱ通ずるものがあるやんか。やっぱなんかね、ある仕事がうまくいくとかさ、うん、正直1個目に住んでた時もうまくいったような時あったやん。まあ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 、なんかあったやんか、ちょっといろいろ揉めちゃった時とかさ。で2個目の時もそういうことがあったんよね、うんうん、で今行ってから一番すごくうまくいってるから、なんかやっぱこうそういうのもあんねやろなとか思ったりとかして、まあ今はすごい順調にいってるっていう感じですね。そう、それでちょっとこれまたちょっと話変わるんですけど、前に知り合いが大阪では一番有名な火事が起こった心霊デパート、心霊ビルみたいなのがあって、でそこで今は家電量販店になってるから、そこで買ったものに対してなんか心霊現象が起こりやすいみたいなってよく言われてるやん。え、多分知ってるぐらいワニでも知ってる知ってる知ってる。なんかしかもあっこ何やったっけ、エレベーターの方行ったらなんかそういう声聞こえるみたいなのめっちゃ有名じゃない。あ、そうなんや。そうっていうのがあって、もう本当にそこ何時でも亡くなったみたいな、火事で亡くなったみたいな。でそこでビデオカメラ、知り合いがビデオカメラを買って、でビデオカメラで撮影してますみたいな。でその時に普通に回してんねんけど、撮られてる本人たちは気づいてないんだけど、データを再生した時にその火事で焼けたみたいな声が入ってるんよ。あーみたいなっていうのを多分5年ぐらい前に紹介してるけど、その声とちょっと似てるかも。あー、今回のその声、それ今見つかったわ。あ、ほんまに、これほんまにマジなんです。これ知り合いのその YouTuber のあれやねんけど、え、68684062。あー、はい、すいません、6868っていう。やばすぎ、これマジでヤバくない？ガチのやつ、これガチのやつで、それを店員さんに持っていったら、あ、よくあるんですよって言われて、ヤバすぎ。ちょっとでまた違うよな、なんか苦しみ方で言ったら別だけど、なんか消えたで言ったら一緒なのかなと思って、なんかもう苦しそうに叫んでるみたいな。そうそうそう、火事と、あとこれはレギャル霊媒師の方が言ってたんが、アンヤの方は首を絞められたみたいな感じの声って言ってたから、そうっていうのがありますっていう、ちょっと今後も気をつけていきたいなっていう、はい、そんなお話でした。でちょっとこれ最後みんなちょっと話したことあんねんけど、霊道っていうのが
あるって言われて、言ったら霊が通る道ができたと、この家に。それ良くないと。なんでかっていうと、邪気というか、あんまり良くないものが溜まってて、それを放置しすぎてるから、霊の道ができて、大きくなってるっていうふうに言われて。で、それをちょっと、場所で言うと、この前もね、見てもらったから分かると思うんだけど、こっちの、編集部屋。ここなんですよ。だいぶ、ギャルレーバー氏の人が、お札とか貼ってくれて、多少、こう明るくはなった気がするよね、うん、本当に前まであんま良くないなって話はしてたもんな。そうやね、この部屋で、その霊道がここなんよ。はい、ここが霊道通る道っていうふうに言われて、前がこんな感じやねんけど、ここにもちゃんと貼ってもらってな。あ、そうなんや。ここも貼ってんの。あ、ここも言うたらここやから。あ、ほんまや。ほわで、ここに霊道があるんやな、ちょっと気ぃつけたなっていうの思ってて、で、そんな時に朝起きて、やららって開けて、じゃあ音が聞こえるわけ。ほう、カカカカカカカみたいな。ほう、え、何って思って、カカカって、じゃあここの中から聞こえる。え、カカ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 ってなったら、隙間からニムって手が出てきて、やばいや、ニムってうちの雪棒が、うちの飼い猫が出てきて、この隙間に何って思ったんよ。ここ布団引いてんねや、見て、ベッドにしてんねん、ここバリケードついてるやろ。ほんまや、今見れなくて。そう、押し入れの中ベッドにしてんねん。ドラえもんやんと思って、ほんまに冷凍やのに、冷凍冷凍で寝てて、冷凍こじ開けたのはうちの飼い猫ですその時の映像も残ってるんで、はい、それを見てお別れしたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ゆき、ゆき、止まらない。